健康と人生のために心に留めておきたい言葉がある。チェ・ビンジェン、今日の一言。それでは今日の一言を書きます。今日の一言、これです。来者非縁、来るの人、来るのこと、来るのすべてもの必ず縁がある。大勢の世の中はみんな悩むことは一つこと、なんて来るとかね、なんでなんで、すべてものなんでなんて、わけわからない、原因わからない、それで悩む始まる。もし来るものは最終からも決めてる、必ず来る、どんなにやっても来る、来者必ず原因がある、わけがある、因果方法を見て必ず来る、なったら心の中にパニックしない、準備はできてる。来者非縁、必ずもの来ることに訳原因がある。運命と言います。運命、運ぶと命、運んでると命、運ぶと荷物、運搬、運ぶからここにいる。世の中すべて行うものは全部訳がある、因果方法につながっている。そういうことを分かればすべてこの世の中、現在の縁を大事にして、現在の縁を大事にして、うまくに改善して、未来必ずいい結果になる。この深い意味、今こそしっかりに物事をして、未来楽しくなる。みんなし未来しっかりになる。来るのもの必ず何もないで、原因何もないことのわけがないから。必ず訳がある。この時代に大勢の人、ぜひ物事を理解して縁を大事にして、心を素直に受けられる、どんなことも。そうすれば自分の人生、いろんな悩むことを解決していくでしょう。悩むこと、必ずどこか自分間違いことをやったから、解決できないから来るんですよ。その時代に僕はそういうことを言うことを、皆さん分かりやすくなる時代。昔そういうことを言うとちょっとうるさい感じ、しかしこの時代になれば、ああなるほど、やっぱりね、やっと来たね、ああやっぱりね感じで、やっぱりね感じで、それはすごい大人の話ね。子供だったら分からない、何人がその縁でか、子供はそういうこと分からないから、子供、子供をもし縁を大事にするから子供じゃない、子供は大人ですよ。大人のことは長と縁を大事にすること、大人。ぜひ来者非縁のことに対して、物事を全て分け原因あって、この分け原因を認識していい方面に原因作っていきましょう。今時代こそ体ゆっくり鍛えて、物を自分体病気あるところをゆっくり休みして治していきましょう。今日の一言、学ぶべきはここにあり。